こんにちは、こんばんは、安野龍一です。今回はゼウスバルカン降臨に、以前出たサラスバティを使っていきたいと思います。一応ねスキルマニアさせてあるので挑戦しましょう。フレンドのサラスバティがスキルレベルが2だったかな、なんでループはできないんですけど挑戦しましょう。まあでもねちょっと久しぶりだからバルカンがどういう感じかって少しには覚えてない部分もあるんだけど、これって目覚め使った方がいいのかな。あでも左のやつ危ないか。1234566目覚め使います。水の目覚め発動。これねやっとね動画で使う気が来たかと思うとすごく嬉しい。でもこいつ倒さなきゃいけないんだよね。左真ん中か。オッケーで真ん中がなんかしてこなかったっけ。なんかしてきたよね。まあなんか消します。嘘パッソありがとう申し訳ございません。まあこれはちょっとね落ち込む様々ということでバトル2。はい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 。異属性吸収かって言っても回復しないとちょっと怖いと思うので回復消しながら2いきたいと思います。って言っても攻撃はしたい。やっぱね指が少ないから少し緊張感がある。3つかな。だから 1.5 秒ぐらいしか伸びてないからちょっとね緊張感というか結構、まあ緊張する。いきます。シート。あ、そっか、今相手火の目覚めしてんのか。まあでもよしよし、水の目覚め使います。マグマ棒、水の目覚め。これは53かな。いきます。お、なんか音が止まったけど大丈夫かな。これでどうでしょう。よしパパ、ちょっと今音止まったから一回ちょっと聞いたいと思います。よし続きをやるぞやりましょう。相手木だから、でもこの人グルルグルルの人だから、まあ水ドロップもうちょっと落ちてきてねっていう感じで行きましょうかね。消えないで。よし、オッケー。533、333でいけるか。25倍でいけるかな。いや533でいくか。消します。抜けなかった時のショックちょっと痛いから、ね、よし、オッケー、53は消せる。で、イシスが106。イシスがね、一番軽く出るかな。プラスちょっと振ってるからってのもあるかもしれない。で、これが53で抜けるかどうか。ちょっとやってみようかな。53でちょっと消してみます。抜けるかどうか。まあ、これ抜けなかったらちょっとあれなんだけど、めんどくさいんだけど、落ち込んは、ナイス。落ち込まない。さて、やったいやった。あ、そっかアテナ、そっかで、こいつ攻撃しなければ何もしてこないんだよね。まあ、でも
気しますけどね。お、素晴らしい。3、3、3、あと1個足んない。水1個。お、これすごくない？いきます。じゃあ5、3、3でいきます。すごくないっていうのもすごいかもしんないけど、あ、やべえ、533になってないなってないけど、いいね。でも後半があれだから 1、2、3、4、5。目覚めします。水の目覚め発動。333かな。よし、もうちょっとねドロップ消さないとなかなか目覚めてはくれないとは思うんだけど、まあ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 。でこの人はほぼ1だから、まあ、なるべく回復ドロップは残しておきたいんだけど、半分以上削っちゃうと漆黒の強靭だったかな、 100% で 99% ダメージが来ちゃうから、回復ドロップを残しておいての、はい、まあそういうこともあるけれど、一応盤面には33 OK いきます。次ね、8000ぐらいのダメージだったと思うんだよね。ありがとう。多分それかワンチャン倒すか。終焉。お、8000。あ、なぜ止まるの。ちょっとね、本当に試運転だからね、ちょっとご了承くださいませ。ほー、あれか、バインドとかしてこなかったっけ。いきまーす、いきます。多分大丈夫なことを信じて、あー、さっぱり指が今ね、本当に水消したくなかったんだけど、ヘッドスナイプ。クイックガード発動からのヘルメス、スキルマじゃないから14ターンでこれで2ターン溜まって12ターンか。7回か。結構悩ましいね。この子が耐えられる子だったらまあいいんだけど、目覚めずでいきますか。水の目覚め発動。ちょっとね、またずれるんだよね最近。よしよしよし、お、耐えた。よし、いきやす。どうしようかな、どっから行こうかな。行きますね、行きます。あ、水つな、つながってもうた。だけど回復してるから、まあ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 。今日やばいな、集中してない。セーブ。これ次誰だ、次誰だ、ウルズか。次ウルズだな。ヘルメスダブル交換したいけ、水発動。いきます。
よし、そんなに水消えなくてもったいないからここ突破したでしょう。だからウルズは最初は神々の守りみたいなやつを使ってくるから水の目覚め発動。消します。これじゃ目覚めないんだよな。やべ、くしゃみ出そう。あ、大丈夫だった。神々の守りでしょ。で、これ削るとあれだよね、魔力を解放したら使ってくるから、逆にこれイズイズのエンハンスあるな。いきます、ルーンエンハンスで、6.25 倍の塩酸スピーチで、よしよし、危ないやつだ。今の絶対パーセンテージじゃない。水の目覚め発動。最後は元就で倒します。あ、お、ずるい。あ、12って、12ってすごいな。これはもう元就使うしかないな。元就使って三ツ矢の教え発動。多分三ツ矢、三矢の発動で、水かで、泥鏡されたやつも考えなきゃいけないから、まあ、消しますね。いきます。ちょっとドロップ残しで、オッケー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 。どうでしょう、これでおそらくいけるんじゃないでしょうか。いきます。水ドロップが1,2,3,4,5,6,7,8,9 溜まってないんだよな。これは333の方がいいよね、絶対ね。333でいきたいと思います。よし、ここが水だからね。こういきます。3,4,5 目覚めて、ポン、よしよしよし、目覚めたよ。3,3,3,3,3、いけいけいけ、よしよしこれあれだわ、バルカンここまで楽しんだのすごい久しぶり。ありがとうございます。ほう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 、バルカンってこんなに経験値良かったっけ。まあ OK です。ということで今回はゼウス・バルカン降臨ということで、サラスバティなかなか火力出るよね。まあクリシュナももちろん火力が出るから、もちろんサラスバティも出ないわけはないと思うんだけど、あのね、この撮影する前に他の降臨どこだったかな、まあどこかで、あの試しで、あの超自己級じゃなくてちょっともうちょっとね下のところでやったんだけど、その時でね、300何十万ぐらい、あの5つ消し入れて543とか544とかかなとか、あの入れて消した時に、あとコンボもねあったけど、あの300何十万単体でね一人で、あの出てたんで、まあ、結構いい火力を持ったパーティーなんじゃないのかなというふうに思います。うん、あとは、まあ、フレンドの方でスキルマとかねいたら、もう水の目覚め、水のループができるので、水の目覚めループかができるので、まあ、それがやっぱりね楽しみだよね。それがすごく楽しみ。まあ、でもあと自陣ではヘルメスもちゃんと上げなきゃいけないので、それをちゃんと上げてから
やっぱりね、あの水のリーダーは絶対強いと思うので、サラスはね。だから目指せ特殊どこかはあのやってみたいなとは思っているので頑張りたいと思います。まあでも今回はゼウスバルカン、なんとか最後水の落ち込みあったからかもしれないけど、勝てたので良かったと思います。でこれもう一回よ、ということで最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは次の動画でお会いしましょう。